で、これはもう大丈夫ですね。どうも、飲んでくれです。今回ですね、私かなりお酒が入ってるんですけども、まあまだ全然平気なんですけども、さらにですね、私いい気持ちになります。いい気持ちになります。ということでですね、今回ですね、私が先ほど飲むときにもう非常に大好きな唐揚げですね。今回唐揚げを作っていきたいと思うんですけども、唐揚げもね、僕結構やってるじゃないですか。今回はですね、鶏胸肉の唐揚げ、もも肉の方が美味しいと思ってませんか？胸肉もね、めっちゃ美味しい。ただ胸肉の唐揚げをやるには結構ねコツがいるんですよ。でそのコツっていうのを一緒に皆さんとねやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあね、あの材料はねもう簡単、鶏胸肉1枚、皮付きのもの、あとはねニンニク。味付け的にはあれと一緒です。前にやった唐揚げと同じなんですけども、今回ね胸肉ならではの調理工程がありますので、これをやっていきたいと思います。じゃあですね、まあ、皆さんにこれだけは伝えたい。美味しい唐揚げを、唐揚げに限らない美味しい料理を作るために何が必要かっていうと、やっぱり、ね、平常心なんです。落ち着いた心、心を落ち着かせる。特に揚げ物をやるときね、落ち着いた心でやらないと危険です。今から心を落ち着かせる方法を皆さんにお教えしたいと思いますので、やっていきたいと思います。マシンかも。やはりね、心を落ち着かせなきゃいけないんですよ。そしてこのハイボールの音を聞いて都会の喧騒を忘れます。そして一体化する。これが名教師水です。ということでやっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、ニンニク。ニンニクはね、皮むいてください。皮むいてこのまま後ですりおろすんでね。で、一番重要なとこ、鶏胸肉の切り方。よく切れる包丁を使ってください。太い方からちょっとそぎ切りしてください。こういうね、できるだけね薄めに切ってください。こんな感じ、1センチちょい厚ぐらいで、この薄く切るのがあの胸肉が柔らかくなるポイントなんです。胸肉っていうのは中が火が微妙に通ってるのが一番美味しいんですね。中心温度が60度ぐらいが一番柔らかくしっとりして胸肉が美味しくなるって言われてます。揚げ物なんで瞬時にこの中まで火を通して柔らかくするために、こうやって、ね、薄切りにします。で、まあ、だんだん薄くしていって、ここからはですね縦に切っちゃって大丈夫です。ちょっとね、ここ薄めの火が通りやすいような感じで切っていきます。で、繊維をねぶった切るような感じで切っていきますね。これがね僕の薄唐揚げの特徴です。胸肉の場合はやっていただきたい。胸肉はねパサつきやすいじゃないですか。こうやって切っていただくとすっごくね柔らかくいただけますのでね。皮はねヘルシー路線の方は切っていただいていいんですけども、僕はねヘルシー路線じゃなくて酒飲み路線なのでね、皮はねついたまんま、はい、こんな感じ で余分な皮はね切るとか言いますけど、別に切らなくて、でこの状態です。この状態全部切ります。じゃあですねやっていきたいと思います。あのさっき切った鶏、これをですね、まあもうバーッと入れちゃいます。でここで調味液、作っていきます。で大さじ3お醤油ね、お醤油で、これね注意していることは、この漬けだれって結構濃いんですね。でなんで濃いかっていうと、漬け時間を短くするために濃くしてるんです。なのでですね、この漬けだれに一晩漬けると辛くなります。なのでですね、これはね必ず漬け時間1時間以内を守ってください。でないとめっちゃ濃くなります。なのでですね、一晩漬けたいんだったら全体的な分量減らしてください。あとみりんと酒で、今回は薄唐揚げなんで、唐揚げの場合はね40分から50分ぐらい漬けろって言ってたんですけども、今回はね20分から30分ぐらい、まあ20分から30分もいらないな、15分ぐらいですね。15分ぐらい。薄唐揚げの場合は漬け時間がすっごく短くていいんで、これねあのやる前に漬けてください。であとは味の素、味の素で9振りぐらいです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、これで旨味を追加していきます。あとおろし、ニンニクのおろし、これねチューブでもいいんですけども、生の方がやっぱり美味しい。で15分ぐらい、本当にね10分でもいいぐらいかな、はい、でつけておいてください。これはね別に好みなんでスパイス使わなくてもいいです。で今回はちょっと別の2つを使います。クミンです。
でこれを半分にこれぐらい入れるとね、ほら醤油とクミンってめちゃめちゃ相性いいの。クミンだけでもいいんですけども、ちょっとねペッパーの香りもちょっと入れた黒胡椒、これも思って2倍ぐらいはい入れちゃった。15分ぐらいつけてます。はい、じゃあですね10分経ちました。油を鍋底から1センチ注ぎました。で、まあ、温めてます。で、中火で結構です。はい、でこれを衣を厚くつけましょう。で、ちょっとはたいて鶏肉を入れていきます。で、同じように全体にたっぷりと片栗粉をつけてどんどん入れていきますよ。はい、こんな感じです。薄唐揚げなんですぐ上がります。中火って言ってるんです。ちょっと強めの中火で大丈夫です。ここら辺にちょいっと入れて、僕もねテレビとか出始めてね、もうすっかり有名ですねとか言われて、全然僕田舎の小僧なんで全然わかんないです。これはもう大丈夫ですね。表面が色づいて、油を切ってさっと揚げることによって中の温度がですね、すごくですね均等になりまして、すっごく柔らかい胸肉の唐揚げになります。はい、じゃあ次厚めの衣をつけて入れます。厚めの衣をつけて入れます。ここが厚めの衣、ちょっと2回目の火が強いですね。ちょっとこれは加減してもいいかも。そしたらですね、両面がカリッと揚がりましたらこんな色ですね。もうね、取り出しちゃいましょう。で、全部取り出したらこれね、いつもね、処理に困るって方がいるんですけども、冷めたらキッチンペーパーかなんかで全部吸い取ってゴミ箱に捨ててください。で、油分がなくなったら、これはこれで洗っていただいていいんで。はい、じゃあ盛り付けちゃいましょう。サクッと揚げた、これ薄から揚げね、こういう感じかな。じゃあどうぞね、粉ひもかけてこちらで薄胸肉の鶏から揚げ完成でございます。はい、それです。いらっしゃって食べていただきます。はい、史上最速ハイボール。はい、じゃあいただきます。じゃあいただきます。うまっ。あ、これ最後にすればよかった。今日の収録の最後にすればよかった。うますぎる。でもクミンのスパイスも効いてますね。ちょっといい、ちょっともう防御に出ていい。そしてこの唐揚げをマヨネーズつけて、こんなもんはある？やべ、これはね、マヨネーズ禁止カードですね。ハーピーの羽ぼき。15分しかつけてないのにめっちゃ味しみてる。今日鶏胸肉の薄唐揚げやりましたけど、胸肉を唐揚げにする絶対これやってください。絶対損するぞ。めちゃめちゃ美味しい。なのでですね、ぜひ皆さん試してみてください。薄唐揚げのネギ唐揚げ。鶏胸肉の薄唐揚げ、薄胸肉の鶏唐揚げ完成でございます。